始まりました。6月のマンスリー初戦、ライリー VS モハメド・ライト。あー、やはりライトはプリンセス、いくら読まれてもいい。ただライリーもしっかり対策です。エレスピでタゲリスができる。お互いにプリンセス機。ライト選手今回はナイトは限界突破ではありません。スケルトンとテスラあたりなのか。文句、右サイドプリンセスの差し、そして左サイドリトプリレスキュー。端前からガンガン攻める。ナイトチャンピオンサイクルがありました。ここは高めのプリンセス、ここを処理して、ここは両サイドしっかりダガーガールを使っての防衛。エリクサーさん、いつ来てもおかしくないプリンセス。待ち、コストに差はありません。お互いチャンピオンを持ってのチャンピオンサイクルあり。でライリー選手のこの文句はカルマリフレッションスキルがあるので端前での追加強いですね。とりあえず高め止めます。リトップリ処理狙うテスラです。警戒の限界突破スケルトン、この限界突破のサイクルを使わせることができました。ライト選手とにかくプリンの警戒、ナイトは延命、プリンセスターゲットはリトルプリンスからです。やるナイトはダガープラスエレスピ竹取り、綺麗な防衛ライリー。ダメージリードはライト選手です。ハイリー選手左サイド残し続けるプリンセス、ロケット削りスタート。モンクのスキルも入って、うわロケット返し削り、ややリードはライト。こう回転回していきます。ロケット攻め役、ロケット返し、どこまで共有するこのプリンセス。アドンデスタイム突入です。ウンクを守る形、限界とバスケットン、ここでロケット削り下側、おダメージリードはライが掴むが、もうハメドライト、もう一度ロケットリードは取らせません。足前プリンというよりかはロケット削りの応酬。リードは高めしっかりとタワーを削ります。960、残り時間1分30秒、時間的にも十分にロケット削りで間に合いそうです。これは文句、いい LSP カルマリフュージョン。さあこのダメージはでかいぞ。スキルで追いついた。ロケット削って、うっとダメージ265、ロケット圏内 LSP 高回転、スペルを回すライリー、スケルトンプリンはケア、抑えてるダメージ、ロケット回したライリー、ライト選手のこのプリンロケットデッキを破ります。 GG ライリー VS モハメドライト、デュエルのバトルなので同じカードは使えなくなりました。今度はライト選手側が文句をピック。 What up? Future King over here. ローリングバーバリアンで文句を止めます。いやーマジックアーチャー処理できないか、貫通ダメージが通る。さらに文句のカルマリフェション、序盤から大きなダメージリード、通しに行くライリー相手に、このゴーストマジックアーチャー。さあロイジャイダメージは一発、ライト選手のゴブリンドリル、ドリルでの削り、モンクのスキルでの削り、マジックアーチャープラストルネードでの削り、3用の攻め方があるライト。
で、ライリー選手のこのロイヤルジャイアントに対して強いカード、モンクノックバックトルネード、ライト選手の最後の1枚が気になるところ。来た、限界突破のロイヤルジャイアント、マジックアーチャンを貫き、ウィザードにはヒットするか。トルネード引き剥がして、それでもうわ今入ったか、ダメージ、もう一発、まだ入る、もう一発、だがの攻撃の遅さが目立ちました。952、一気にリードライリー、追いつきます。ストレートが見えてきたかライリー。次のロイヤルジャイアントは通常です。大きな火力にはなりません。残り時間50秒、ここは文句を引っ張りたいトリトン、ウィザードによってリトルプリンスが焼かれます。限界突破のウィザード回った、ここにライリー追加のロイヤルジャイアント、ヒールスピード回復届けて、ロイジャの一発抑える、トルネードファイアボール、マジックアーチャー、そしてタワーを削ります。残った限界突破のウィザード、ライリー選手ダメージリードは保ったまま、残り時間は20秒、もう一度ここライリーの攻めになるか。ホーストも置けていいのでドリルは流しづらい。ライト一度防衛のターンに入ります。レスキュー、モンクのカルマリフジョン、ここミザーでの防衛だ、このドリル削り、514リードはライト、ビザのドリル、これハインダメージ怖いぞ、マジックアシャートルネド刺しに行く、ライトロイジャでターゲット取って、モンクノックバックは間に合うか、追いついた、ダメージ一発通らない、下側322、モンクのカルマリフレクションの削り、ドリルの登場ダメージ、でもトルネでどう、おだ落ちるか、ゴブリンダメージは一発通らない、拾えた、ゴブリンは完全に拾って、マジックアーチャーが怖い、高めビザード警戒します。ここでは来ない、文句橋を渡るとカルマリフレクションなので先に行く、攻める、ローリングバリアンは跳ね返したぞ、止めた、完封、カウンター、でもスキル使っている、そこでユリキを受け出すとマジックアーチャー怖いぞ、ダーゴースト、ライト選手取り返していた1位、今日はここでは止まらない、ライリーバスモハメドライト3戦目。ライト選手今回アーチャークイーン、迫撃砲、迫撃対決、ディガン削り、ダメージイーブン、ライト選手巨大スケルトン入り、トスケン大使の火力カード、ライリー選手はインフェルノドラゴン、ゴブリン、もう一枚カードを切らせに行く、迫撃砲は守る判断、だが使わせてのこのディガーアタックです。ライト選手にはディガーがあるが、ライリー選手はまだ見えていません。今のところ攻めカードとしては迫撃の一本、しっかりナイトは延命して、お逆サイド限界突破、迫撃アタック、もう一枚スケートなしが見えます。
だが打ち尽くしたがここに持っていたライトのマザーネクロマンサー、ブタさん大量追い打ちの限界突破、迫撃、さらにはディガーの追加、ブタにダガーを使って色でこのディガーのダメージが伸びていく。右残りのブタがタワーを大きく削ります。ダメージリードを掴んだライト、迫撃タワーにターゲット。ここはダメージ2発だけ、いい KO です。ライト左サイドもう一発、両サイドを削ったライト、十分にスペルあたりでまくれるダメージ差ではあります。ポイズンで追いつきにかかるライリー、ライト選手のディガアタック、ゴブリン拾うことはできません。1600ダメージ差離して、おっとゴブリンザップ、おー限界突破、迫撃タワーにターゲット、ライリーインドラモさあゴブリンタワーに届く大ダメージ、この限界突破迫撃を守る守るライリー、ダメージが通り続けます。これは止めることができない、まだ入る、 HP 半分止まらない。そしてポイズンの削りでライリー選手が2対1、アッパーブラケット勝ち上がるのはライリーです。モハメドライトを倒して上に行く。